さあ、ということで、こちらのポッドキャストは、え先週からの流れでですね、えメールの方を募集したんですが、今回は、えあなたが見逃している名作、映画の名作、うん、うん、まあ、名画、うん、まあ、まだ見てないとか、逆にね、我々は見たけど皆さん見てないのとか、うん、まあ、あえてちょっと外したりね、ちょっとなんかタイミング逃しちゃってまだ見てないものとか、いろいろな映画の情報あると思うんですけどもね、 ま、僕たちがまだ、スターウォーズシリーズをまだ見ていないとか。ね、はいはいはい。ね、猿の惑星もね、シリーズ結,結構今出てるけど、はい、途中ちょっと抜けちゃったりしてんだよね。今また映画で今度やるけど。見たことないかもしんない。えー、見たことないの猿の惑星猿の惑星ないです。ね。いねはい。いや、おもろいおもろい。インディ・ージョーンズも、あんまりちゃんと見たことないかもしんない。おー。<laughs> <laughs> 俺、オオカミ、オオカミ自然に出たな、オオカミ。<laughs> もったいないねインディ・ジョーンズ面白いんですよね面白い俺もうシリーズので1つにつき3四4 0回ずつは見てる確実にそうか見ながらセリフ言えるもんマジっすか全部見たら楽しいんですよねやっぱシリーズのとかはやっぱりそうだねちゃんと腰据えてそうそうそう見た方がいいねなが長らみとかだとねああしっかりねそうそうそう えてね、今外しちゃってるタイミング逃しちゃってる映画のねメールなんかを、うん、えー、ラジオネーム「猫の癖お二人におすすめしたいのは博識、うん、のお二人ならご覧になっているかもしれませんが、はい、レオンですン、ね、殺し屋と少女の絆を描いた作品で僕はこの映画を見てからしばらく母親に「うん、拳銃なんかよりステーキナイフの方が強いんだぜ」と語り無視されましたレオンは見てるわレオンは見てるわ、うん、マチルダねうん 可愛い,いんだよね。あの、あの年齢でね、うん、なんかこう、まだ少女ながら、こう、妖艶さを叩き合わせる。うんうん、でも、この弱い少女の分守んなきゃいけないっていう、あの演技はすごいよね、うん。あの人とか何やってんだろう今、よ、やってるよ、今。やってる今あの、あの、レオン役でしょあれ、ナタリー・ポートマン。ええー、え、知らないよ、それ。俺、ナタリー・ポートマンって名前だけ知ってるけど、顔わかんねえわ。その、あの人なのあ、いやいや、バリバリ一戦でやってるよ。やばっ そうよ。そりゃそうなるな。超やってるよ。かあ、すげえ。だから、向こう、ハリウッドのマシタ好みみたいなもんだろ。<laughs> いや、俺知らなかった。ああそう。はい。びっくり。まあ、まあ、これは見てもさすがに。レオンはね、うん。で、ほら、シリーズもんじゃないしね。うん。入りやすいし。でも、でも、俺遅かったな。見たのは。これいくつぐらいだろう 中ぐらいかな高1か中3ぐらいに見たなとああ<ー>、うん、れやね俺は二十歳とかだな、えー、続きまして、えー、ラジオネーム本人の誰とく平子さん酒井さん「うん、スター・ウォーズ」は絶対に見た方がいいです <laughs> 見る順番はエピソード456、うん、の旧三、うん、部作の後に新三部作の123を見てください、うん、それと「スター・ウォーズは」は 専門用語や固有名詞が多く出てくるので、初見では吹き替えプラス字幕で見ることをお勧めします。<ー>余談ですが、最近は初見では吹き替えで見るようになりました。どうしても字幕だと文字を折ってしまい、映像からストーリー、ストーリーを読み取れません。うん、なるほどね。スターウォーズ見てる人は熱が違うもんね。うん。うん、だから、あ、スターウォーズの アミダラ女王今作家の福ちゃんから情報を聞いて。うん、アミダラ女王はナタリー・ポートマン。マジ <laughs> ナタリーがやってんだ。それちょっと見たくなるね。その情報。お笑いナタリーもあれナタリー・ポートマンなのかな <laughs> いや違うだろう。どういうことだお笑いナタリーな。何でもやってんじゃん。手広く。<laughs> <laughs> へぇー。これ字幕と吹き替えどっちが好き映画で見るとしたら。うん。でも僕アニメとかは、 あのー、吹き替えで見た方がいい感じするけどな。え、なんでなんか、あのー、わかりやすいし、なんか、有名な人がやってたりすることが多いじゃないですか。ああそうだね。うんキャラ結構乗っけたりでね、うん。字幕ででも見るかなあの、アニメじゃないやつは。 テレビでもさ、比較的早めの時間帯とかゴールデンでやってるのは、うん、洋画も、えー、と吹き替えなんだよね。うん、深夜でやってると字幕なんだよね。そうですね。うん、<ー>俺は最初は字幕で見たいかな、うんえー。ちなみにですね、今また情報入って。え網だら女王の影武者役が出てくるのちょい役で。うん、それが、えー、キーラ・ナイト・レイっていうパイレーツのヒロイン。 うーんパイレーツって何パイレーツオブカリビアンのあ、ヒロイン。俺、パイレーツオブカリビアンも薄いのよ。<laughs> 俺も見てね。<laughs> えダメ石井ちゃんは見たのみかんが見てるあ、全部見てる。パイレーツオブカリビアン見ないとダメ。あ、ほんと。俺も、まあ、俺、一作どれかは見た。一個は。テレビで。だから、その流れ見、流れ見になっちゃってる。う そなんか,いなんかいイ、イカにコケついたみたいな敵とかがいるのは分かるんだけどああ、うん、ああ顔がなんかタコみたいなイカみたいにするよな、ねうん、たださ、そんな強くねえんじゃねえの、うん、パイレーツ・オルブカリビアのそういう怪物的なものとかなんか、ヒョドルの方が強いのかなってやっぱりそういう目で見ちゃうから <laughs>、うん、あこれが超初級トリビアなんですか、えー、映画の えキーラ・ナイト・レイっていう女優さんがいるの。ええ女優さんうん。あ,あ、そう。え、絶対見なきゃやばい。パイレーツ面白いのキーラ・ナイト・レイって、<laughs> ど、どの辺の人なの <laughs> お笑い芸人で言うの光ゴケとかその辺どの辺キーラ・ナイト・レイ。どの辺なんだろうパッと聞き、俺らもそんなに耳馴染みないというか、うん あんま、で有名じゃん。まだライブとか出てる感じなのかなたまに、で、で、でもするけど。じゃあ、じゃあ、じゃあ光苔じゃん。光、小畜のね。うん。光さんか、じゃあ。黄色ナイトレイ。テレビも出てるし、ライブも出てるし。たまにオンバトとかで。そう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 。チャンピオン大会とか出てる感じの。いい点数も出すし、っていう感じなんじゃないのそのレベルかいや、俺。あ、画像、今出てきた。 うん、あ、まあ、まあ,あ、ああ、超綺麗。ああ,、えー、あ、俺好きだな。すごい細身。あ、体も好きよ、俺。うん。<ジ>見て見て。ほら。うわ、すげえ綺麗じゃん。うん。キーラ・ナイトレイ。へえー。名前中二っぽいけどな。うん。キーラ・ナイトレイ。中二 <laughs> が書いたオリジナルのキャラみたいな。<laughs> <laughs> 触全部なんかこう、うん、猛毒に侵され「満月の夜に特別な力を授かり」でもそのナタリー・ポートマンみたいになんか。 この人がこの役大人になってやってるとかっていうのも全然わかんないんだけど。俺もわかんないんだよ。すっごい詳しい人いいんじゃん。福田さんとか詳しいけど。そうそうそう。あの監督だったから今回も起用されてとか全然わかんないん俺。そういう情報系が。うらやましいんだよ逆に俺もそういうのって物語入っていけんのかなって。あのね、出るたびに、あ、こいつあれだ。あの役やってたこいつだ。この役ではこういう違いがある。新しい一面をまた見せてくれた。これは脚本家がなんとか、だから、 このなんちゃらの新しい一面を引き出してたんではないかみたいなさあるじゃん全かんない物語に入り込みたい方だから横情報いらねえかなそういう意気揚々と書いて出すけどさ福ちゃんどうした普通なの普通レベルなの今ぐらいなのはほんと普通よって顔してるけどへえ普通ル埼玉県 僕がプッシュする映画は1993年に公開されたアーノルド・シュワルツネッカー主演のラストアクションヒーローです。うん、この映画はシュワルツネッカーの映画が好きな少年ダニーがシュワルツネッカー主演の映画の中に入り込むという作品です。うんうん、ダニーが入り込んだ映画のシュワルツネッカー、ジャックは映画の外の世界から来たダニーと出会うことで自分が映画の中だけの存在と知ります。うんうん はい。もしこの世界が物語の中だったらどうしますかそのことに気づいたらあなたはどうしますか、うん、ジャックは自分が映画の中だけの存在であることにショックを受けて悩みます。偶然にも映画の外の世界を知った悪者が現実世界のシュワルツネッカーを消そうとします。うん、悩んだ末にジャックはどうするのか、うん、この続きは映画の中で。<laughs> これ見たうん、なんかうっすら覚えてるわ。あの、ターミネーター2の敵とか、こう、普通に歩いてるやつとかでしょうん、俺見てない、ね。確かそうですよね。これ存在をってる、もちろんこれ名前は聞いたことあるけど、そのなんかすれ違うシーン、すっげえ覚えてんだよな。そういうなんかこう、劇中劇の中の話で、で、さらにそれが、え、俺映画の人だんのみたいな。うん,うん。お、はい、リクね。あ、でも面白そう。うん。そう、実際に出てくる人が出てくるん、ね、で、そのままの衣装で。 で、これ、あれ、シュワルツネッカーの映画はどれもヒットしてるからできる遊びだよね。ああ<ー>、ね、そうだねい。さもね、知ってねえやつ知ってるっしょ、これ、みたいな感じで、小ネタでやられちゃっても、寒いけど、これは成立するんだろうね。そうだね。シュワルツネッカーならではの。はい、これって言われたら、ちゃんと見たいな、これ。うん、ちょっと、俺も見たいな、これ。ね、え名前はね、すごい有名だし。うん。うんえ怪我してビビったりする誰がシュワルツネッカー。あ、シュワルツネッカーが怪我して、 飛び出してきて。映画の中の感覚で暴れてやら。ああ、なるほどね。うわ、怪我しちゃったみたいな。あその現実世界と映画世界の違いが出ちゃうんだ、ギャップが。あ面白いね。へぇ見てみたい。そう。たまーにテレビでやったんするよ。うん。最近やってないじゃないちょっと前じゃないよくやってたのは。だから、ターミネーターとかばーって、そう、ああいうのが流行った後にちょっとやったと思う、確か。見れてないわ。 借りるラインかっていうのはあるよね。そのレンタルするかっていうさ。借りたらちょっと店員さん、あ、これい、行くんだ、みたいな。<笑><笑> <laughs> もあるし、どうせやるじゃん、みたいな時あるじゃん。ああ、意外とやったりね、借りた後ね。だから俺、映画で、や、なんか映画やった、うん、テレビでやった次の日に、うん、あの、レンタルで、その映画見ると、うん、レンタルされてんの見て、うわ、バカだな、って思う時あるんだよ。そうだよね。うん、たまにあるもんな。昨日やったぞ、これ。 も途中で寝ちゃったとかの人が借りてんのかな<ー>うん。世界一テレビで再放送してる映画。いや、ジブリなんか結構やってるよね。あ,ねあれ何回やってもやっぱ視聴率取れるって、うん。アナコンダやってんね、昼間。うん。アナコンダ1,2,3だからの木曜はアナコンダみたいな感じでも、うん、アナコンダの週が1,2,3で続きもんでやるみたいな。アナコンダやってるわ。ドラマの 再放送世界一ゃったら多分大和なでしくなるんだろう <laughs> ああ、あれもできなくなっちゃったからな。<laughs> そうなん、ね、再放送をいそれとできないからね。うん、映画、あのえー、アナコンダもそうだよね。あとは、クリスマスシーズンに必ずね、うん、あれやれはマコーレ・カルキンの、ホームアロン。コームアロンは、あれやるもんね。ねほぼほぼ必ず、あれやるもんね。 あーやるねやっぱ夏場ね、うん、そう季節季節で季節もんでちょっとねのうが強いかうん季節もんが強いかアナコンダそう考えると季節関係ねえからな <laughs> あいつすげえな本当に強えかもしんねえ、うん、アナコンダのパクリみたいな C 級みたいなやつもあるからねいっぱいーでっけえヘビがただ襲ってくるみたいな超面白いよもうクソ C 級クソ <laughs> 最初の5分い,いやもう最初の5分見てやめんね <laughs> そう。あ、スピーシーズ。ああ、スピーシーズね。種の起源だっけサブタイトル。ちょ、ちょ、ちょっと、えらい感じのね。うん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 。あと何だあと何かなんジャッキー映画をね、まあシリーズもんで多いからね。意外とスタンドバイミーとかってあんまやらない。やらなーい。俺やった方がいいのにな。ね うん、なんでだろうスタンドバイミー。あ、えー、ラジオネーム、とりあえず白滝で、うんえー、昔見たスタンドバイミーを、うろ覚えですが紹介したいと思います。<ー>えー、舞台はアメリカかイギリスかどっか。<laughs> <ょ>何の取り柄もなさそうな楽器たちが、なんか死体みていなのがあるっつって、街外れの自然地帯に勝ち込みに行きます。<laughs> そんで、路線高えとか思って、 あ、線路竹とか思って、死体っぽいのを見つけたと思ったら、どっかで見たことある兄ちゃんたちが、シャレンなんねえイカチ拳銃ガキに向けてきます。ガキたちすげえビビってたけど、カジバのなんちゃら的な何かをお見舞いして、奇跡の大勝利。クソ疲れたから帰ってきたところでエンドロール。思ったより正確にネタバレしちゃいましたが、えー、付け加えるところ、 と、あれば、ぜひお願いします。いや、スタンドバイミー、俺超見てるもん。うん、これこそ50回くらい見てるわあ、そうですかうん。だって、スタンドバイミーのさ、うん、あの、相手の悪者のボスみたいなの存在出てくるじゃん。あ,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 あれだって、キーファーサザーランドだよ。あの、24の主役だからね。えぇー。それはわかる。そうなのうん。それは俺、本当に、スタンドバイミー本当に好きだから。へぇ、えー。いや、俺もスタンドバイミー好きですよ、すごい。スタンドバイミー、ど、どれ言ってもネタバレとかじゃないよね。もうね。うん。どれ言っても、あの、細かーい、 いろんなところのね、うん、なんかこう、なんかちょっと、あの時代にありがちな自分たちのね、年代にありがちな生きり方とか、うん、情けないとことかね、うん、俺あそこは好きなの、これ言っても多分ネタバレじゃないと思うけど、うん、もう最後の最後、うん、もうなんか、小学生の時あんだけ仲良かったのに、うん、学校進んで中学校になったら、うん、まあ、たまに顔合わせたり喋ったりするけど、うん、そんなに前みたいに恋意にはあんなくなっちゃったなって。あ あの時、あんだけの親友はもうあの時代、うん、時期にしかできないだろうって、最後、締めるじゃん。うん、それがもうリアルでね。うんうん、確かにそうだもんね。すごいもんね、それね。そこをそんなに悲しい感じで、情景たっぷりお届けしない、さらっと言っちゃってね。うん、言い回して終わっちゃうので、ねうん。いいね。音楽もいいもんね。音楽いいなぁ。俺だからもう、買ってるもん。うん、俺も 1個なくして2枚二枚買った俺もそう俺も23枚買ってるわ見てんのかな見てるリバー・フェニックスがかっこよくてねかっこいいよね途中で情けない姿を見せたりねいや見てえなスタンドフレーム見たい今俺もちょっとね今ね俺ね弟にプレゼントしたもん DVD ボックスボックスっていうかなんかね特典ついてるようなやつ小学生の時になんかちっちゃい時に見てほしくてああ あそういうのあるね、うん、小さい時に見てほしいそうそうなんか少年時代に見てほしいな、うん、俺もねちょうど小学生の時に見たから、うん、あれやっぱ小説だとちょっとニュアンス違うからね結構違うのよ<ー>話の内容俺はでもやっぱり映画の方が好きだね見てえなあの感じの世界観好きだなうんあなんか、うん、長文で来てますね,ねラジオネーム「金玉ピロリロ」 今週のテーマ、見逃した映画、おすすめしたい映画ですが、うん、あの名作、ブレイドの続編、<laughs> ブレイド2についてのお話です。うん、当ラジオではお二人、リスナーともに、ブレイド2および主演のウェイズリー・スナイプスをこぞってコケにしますが、うん、僕はこのブレイド2が大好きです。<laughs> <ー>ネタでも何でもなく、ブレイド2は名作です。うん、迷う方、 迷うの方ではなく、純粋な意味での名作です。まず、一作目のブレイドの話から。<laughs> うん、ブレイドを監督したスティーブン・ノリントンは、後にリーグ・オブ・レジェンド、時空を超えた戦いというクソ映画を撮る監督で、<laughs> <laughs> うん、リーグ・オブがいかにクソかというと、スティーブン・ノリントンがこれ以降映画を制作できないで、できないことが何よりの証明になると思う。うん ブレイド3部作において、ブレイド2がいかにヒットしたかの証明において、まず考慮したいのが、全世界における興業収入である。うん、ブレイドの興業収入、約1億3100万ドル。ブレイド2の興業収入、約1億5500万ドル。ブレイド3の興業収入、約1億2900万ドル。ブレイド2圧勝。うん、次に考慮したいのが、 ブレイド3部作を監督した 3, 3人、それぞれが後に監督した映画についてである。うん、ブレイドの監督、スティーブン・ノリントンについては先ほど書いた通りであるので割愛したいと思う。うん、ブレイド3の監督、デビッド・エス・ゴイヤーが後に監督した作品、臨死、アンボーン、フラッシュ・フォワード、知らねえ。<laughs> <laughs> 知らねえ。<laughs> さあ、では、うん、ブレイド2の監督、 ギレルモデルトロはというと、ヘルボーイ、パンズ・ラビリンス、ヘルボーイ、ゴールデン・アーミー、そして何と言ってもパシフィックリム・リム、パシフィック・リム、パシフィック・リム、はい論破。<laughs> よってブレイド2はクソ名作。この番組によるイメージ操作でブレイド2にマイナスのイメージを抱いている被害者が多数見受けられますが、 ブレイド2にはリーパーというクソかっ,かっこいい敵が出てきます。ーリーパーは顎が縦にパカッと割れ、パックリ開いた大きな口で頭に丸ごと噛みつけるめっちゃ気を凶悪なやつです。今後、ブレイド2を苔にするやつは殺します。<laughs> ありがとうございました。<laughs> <laughs> これだから、うん ブレイドシリーズの中で、2が一番いいっていう話で。全体じゃないもんね、映画。面白いのかもしんないけどね。ねブレイドもちょっと見てみたいね。あそうだね。確かに。がっちりね。うん。1,2,3。ブレイドっていうのは、なんだっけえっと、吸血鬼狩り吸血鬼対吸血鬼みたいな。ああ。うん。そういうこと吸血鬼系結構。あるしな。うん。うん。まあまあ、その中で。 うん、どんだけね火で吸血鬼としてね、うん、オリジナリティをまああの刀持ってんのとかね、うん、なんかオリジナリティあるかもしれないけど、うん、なんかでもごっちゃになってんねなんかいろいろうんなんかいいとこの要素を抜き出しちゃってる可能性もあるし俺らそういうの目ざといからねうんどっか一つでいいし刀持ってるのはそれでいいしうん、うん いろいろなんかサングラスして。うん。うん。いらねえな、サングラスマトリックスもそうだしね。マトリックスとか、いろんな石川五右衛門的なね。なんかその、侍的な要素好きだな、本当侍とかそういうの。あと、長いコートみたいなやつもね。ああ。あれ、テレト対戦だろテレト対戦の加藤だろあれ、脱ぎゃいいんだよ、全部。うん。脱ぎゃいいんだよな。真っ裸で。そう。 なんかキャラクターに、<あ>ちょっと商業的なやっぱ匂いがする、うん、ね。真っ裸で木の棒を持って、メガネかけて戦ってほしい。<laughs> 吸血鬼と。ほ <laughs> ブレードって書いてあったら見るわ。本当に手に取るけどね。<laughs> 情報ありすぎるだろそれも。<laughs> 泥で、目つぶしで、ギャッ、ギャッつって <laughs>。メール来てますね。えー、ラジオネーム、トゥルーマンショー 見逃した映画の話ということですが、僕は一時期、時計仕掛けのオレンジ方面の映画ばかりを見るのがかっこいいと思っていて、<laughs> <面>ね、<laughs> そういう映画ばかりを見てきたので、<laughs> ジュラシックパークもスパイダーマンもジョーズもターミネーターも何一つ見たことありませんだって。<ー>ああ、時計仕掛けのオレンジとかね。<ー>確かにああいうのがね。オシャレ系行っちゃったんだね。うん、そ,うそうそうそう。そこれは、あれは見たけどね。時計仕掛けのオレンジは見たけど。見てないいや、見ました、見ました。<ー>見たけどあんま覚えてねえな。 なんか、こう、子供の頃に見ると、なんか、ああいう不条理さがどうも、とっつきづらかったりとかね。面白いけどね。うん。ポスターよく見るね。うん、ポスター見るわ。生きたやつの部屋で。生きて、あそうだね。生きてるけど、そんなにファッションとかそこまで来れてないやつの部屋であれば。時折。貼っときゃいいやみたいな。時折ね。そっか。 だからこういうベタ系を見てないってことねそうだねそっちもでもバランスよく見たほうがいいと思うねうんうんポスター映画のポスターで貼ってたかっけえのんだろうね俺グーニーズのポスターは弟にプレゼントして弟で一回一緒に住んでたから飾ってあったわグーニーズの映画のポスターって実際に映画の中には出ないシーンが書かれてるの一番お兄ちゃんいるじゃんグーニーズのが変な つら、岩みたいなつららにこう捕まって、その下にこうメンバーがバーって連なって、うん、あ,あ、落ちちゃう落ちちゃうみたいな感じのポスターえ。映画には出てこないけど、そのシーンは。うん、でも、グーニーズっぽい、この冒険心をあえるようなポスターでかっこいいのよ。ーへー。ポスター今なら何飾られるとかっこいいかな。あの、あれ。ハワード・ザ・ダック。かんない。あの、卵の、鳥の卵から、うん、今生まれようとしてるこの、くちばしがこう出てんのかな。うん。へー。 超クソ映画なの福<え>ちゃん。ハワード・ザ・ダック俺、有名有名あ、ほんと俺なんか見ちゃってるな。俺なんか、ごちゃごちゃになってんのかなあれなんか、ニューヨーク東8番街の奇跡とごっちゃになってる可能性あるな。<laughs> ショートサーキットとか。ショートサーキット見,見たことある他のことは知らないんだ。知らない。そっか。えー、クソ映画なんだ。ハワード・ザ・ダック。俺すげえ好きだったけどな。 あの、CG じゃないやつの鳥で。えっ、ー、と、映画史上最高の失敗作、<ー>ハワード・ザ・ダック。ついに DVD か。えー、<laughs> 誰が買うんだよ、そのフレのでもなんか、これの失敗作って言われ方、なんか愛されてる失敗作っていう感じの。そういうだ,だから、あの、小さい鳥がね、もう擬人化された鳥、結構デカめの鳥が出てくんだけど、うん、CG とかじゃないのよ。うん。んにもうそのままそう。それ、裏の見方もできるの その。いや、俺は、なんか、好きなイメージだな。<ー>だから、ベイブの鳥バージョンみたいな感じ。<ー>ベイブは名作よ。ベイブ好きだな。ベイブのポスター。あ俺、ベイブ好きすぎてグッズとかそんな持ってないわ。映画として、映画の中のこの思い入れが強くて、うん、グッズで、こう、具体化したくないみたいなね。 トレインスポッティング。ああ、トレインスポッティングとこの、うん、あるね。トレインスポッティングと、時計俺。時計は、双癖だよね。ポスターとしては。うん。バック・ザ・フィーチャーはね、かっこいいけど。うん。ポスターもようできてるよ。あの、ほら、デロリアンがバーって向こうに走っていく様のポスターと、あとマーフィーとかが、なんか時計見ながらね、デロリアンに足かけてるやつ。うれ、ワン、ツー、スリーになるに従って人が増えていくんだよね。ああスリーでは、あの、クララも、 いるもんね。ポスターね。うん。な、何がいいのかな、ポスター。飾るとしたら1個飾らなきゃダメだとした、映画のポスター。<や>ジュラシック・パークはあの、恐竜の骨の横顔ね。うんうん、で、3が3本のグワッて恐竜に引っかかれた後になってんの。うんうんるね、うわ、なんだろう、ポスター。難しいなあえて、 放画とかね。ああ<ー>。ちゃうと、でも、狙いすぎると危ないな、放画,画も。なんだろうな僕らの七日間戦争とかあんのかなポスター。売ってんのかな <laughs> 中野に。中野とか行ったらありそう、ね、中野のね、あそこに、あの、映画のポスターとかパンフレットの専門店あんのよ。<ー>俺そこで買ってたもん。いや、結構安いのよ。<ー>今もあんのかな映画のポスターね、飾ったことないかななんだろうな インディージョーンズ魔球の伝説とかね、いいですか？いいポスターよ。えず<ー>らいよすげえ。もうん、何口が？何か出してきた。うん、アダムスファミリー。<laughs> <laughs> ああでもアダムスファミリー飾ってたら<ー>あエセじゃねえなって思うね。<laughs> あでもうんそんな俺嫌じゃないけどね。うん。うん、よくこれゴッドファーザーのロゴ。 ロゴ T とかもあるしね。ねポスターなんかも飾ってる人いるけど、うん、アダムスファミリーぐらいだとガチ感強いね。うん、かっこつけようともしてない。うん、あの、ナイトメアビフォークリスマスとか多いね。女の子で多いわ。飾ってる感じの。うん、ご、あ、ゴーストバスターズ。うん、あ、俺ゴーストバスターズいいな。なんかゴーストバスターズ新作作られる噂あるね。 でも、メンバーの一人になくなっちゃってるからね、それ寂しいね。あの感じ、今やったらどんな感じなんだろうねう逆に、なんか新しすぎる感じが、CG 綺麗すぎて、ちょっと怖いね。あの,あの感じで出るのかなっていうのあるよね。ちょっと古めかしい時代かかった感じもね、良かったからね。うん、ブレイドみたいになるのかな <laughs> 俺もゴーストバスター、うん、まあ言ったらプ、うん、レイト4みたいになってほしくないなあうんああの幽霊吸い込むやりそう幽霊吸い込むあの掃除機みたいなやつ、うん、ダイソンダイソン社に協力してもらったみたいな小ネタ入れそうじゃないそれやだなずっときあの勢いがね、うん、落ちない吸引力みたいなので、うん、それでちょっと小ネタで走りそうだね、うん、いやー ビル・マーレーがその辺さらっとね、うまいけどね。<laughs> どこまで、どこまでできるんだろうなぁ。ビル・マーレーでもビル・マーレー好きだな俺、そうだ、俺、コメディアンで世界で一番好きって言ったらビル・マーレーかもしんない。かっけえな、それ。そ<う>ビル・マーレーが、あの、全然全くヒットしてない、本当夜中たまたま撮った、うん、本当映画で、うん ビル・マーレイに劇中劇で会えてすげえ感動する。なんかゾンビ系の映画で。うん、でもビル・マーレイは、あのゾンビに噛まれて死んじゃうんだけど。うん、あんのよ。<ー>ビル・マーレイの豪邸にその主人公たちがいて、うん、あ、ビル・マーレイ本物だーみたいな。うん、あ、ゾンビ、んゾンビランドっていう映画そうなのそれなの最近でしょちょっと前、うん、ちょっと前、うん。あ、それなんだ。<laughs> ビル・マーレイをすげえリスペクトして。お前喋れや。<人> <laughs> 主人公たちがすげえ喜ぶのビル・マーレイに会えたーって。でも、ゾンビに噛まれちゃうの。ビル・マーレイは。<laughs> あ、そう。ビル・マーレイはかっこいいわ。俺ほんと、厚み清志とビル・マーレイだな。<laughs> コメディアンとしてほんと好きなの。ダウンタウンさんとかじゃなくて、トンネルズさんとかじゃなくて。いや、そのコメディアンとして、その、うん、コメディ出身でこう映画とか俳優役者としてこう、活躍してる人ってなると。ビル・マーレイは。チャップリンとか見てないですかああ、見てない全然見てない。 なんか俺七人の侍を見てないもん。見たことねえな、七人の侍。なんかね、なんかで一回見ようとしたら白黒で、意外とこう、<お>声も何言ってるかわかんなくてやめちゃった覚えがあるの。七人の侍ですかうん。だからデジタルリマスター版じゃないのかもしんない。うん、昔のまま見ようとして声がなんかくぐもったよ。昔のままで、うん、何言ってるかわかんねえやと思ってやめちゃった。<laughs> あれも多分見といた方がいいんだろうな。まあね。 だってアメリカとかはね、世界,ねもう世界中であれ一番に出す、<う>映画一番に出す人も多いもんね、うん、有名な人たちで、うん、綺麗に音とかね、声綺麗にしてくれるよ。うん、<laughs> ここゴーストバスターズ。いろいろ出たな、ゴーストバスターズのあの、だからポスターに、あのゴーストも別に本編出てこないからね、ああいうゴーストは。 そうですよね。マシュマロマンにちょっと似てるけど違うからね。だけどすごい認識されてるよね。T シャツとかグッズとかバッチにもなってるし。あれはすごいことだよね。ゴーストパスターズのあのロゴのパロディなんかもいっぱい出てるしね。未だに色褪せないよね。ET の、あれ ET も ET もそうだね。横にこう飛んでいく感じの。あれすごいよね。あのシーンないんだよ。だって ET。そっか。あ、あれはシーンあるか。 あ、じゃあ、ET の ET って指をくっつけるシーンがないんだ。えホスターにさ、<ん>あのよ、横切るシーン、ほ、あの、月を横切るシーンはあるんだけど、うんうん、その上に指と指をこう、つなげるシーン、うんうん、あれってないんだって。<え>言われてみたらそっかっ。すげでも指でこう、治癒したり、なんか指でこう、月を、あの、どっか湯打指さして、おうちに電話とかいうシーンはあるけど、うんうん、指と指をやるシーンってないんだって、確か ーなうんありそうだけどありそうだけどね,けどね、うん、確かないあるくちゃん確かないんだよねあのシーン本編にはないんだえある本当いやないんだよ確かいない指を差し出すシーンはいっぱいあるけど指と指をつないでピカーって光るとかは確かないっていう話よないっていう話ですよ 確かに検証されてないんだって<ー>本当ほんとかなな,なんかこういうなんか映画系の雑学もいいね、うん、裏話みんな知ってるからやっぱり実はあれはこうなんですよとかあ,<ー>あのロゴにはこういう意味があってとかね、うん、ああそれちょっと聞こうかね、うん、またねみんな知ってるんか結構、うん、なんか福ちゃんが今新しい情報を いいいや、こう、来週のね、メールテーマ。それにしようよ。映画の雑学。豆知識みたいなの。ねね洋画法が関係なく。実はみたいなね。ちょっと聞きたいね。あれでもいいよね。俺は本当に本当有名だったら、あの人にあそこに出てたとか。ああああええ、あの人にた。そういうのわかんないからな。うん。いいですね。だから、あの、指輪物語に出てる、えっと、 本当に純主役級みたいな感じで出てる人あれなんだっけグーニーズだっけうんそうだグーニーズ、うん、と「指輪物語」はそうだ出演者がこうかぶってんだふんなんかそういうのあればねうん、うん、あええー、あこれも今ちょっと ちゃんから映画雑学。かかさん詳しいな。ET で、ET でね、あのチョコレートで ET をおびき出すシーン、あるじゃん。有名なシーンあれね、最初 M&M 社なんだって、依頼来たのは、のあのチョコレートでおびき出そうとしたけど、M&M 社がそれ断ったんだって。で、ハーシー社っていうチョコレート会社が使われることになって、結果ハーシー社のチョコレート大ヒットしたんだって。へぇすげえ。M&M はなんで断ったんだろうね。もったいね。 ええ。そんなヒットするって思わなかったのかね。そうなのかもね。なんか最初の資料とか見せられたのかね。ああ、この泥みたいなやつっすかみたいな。なああ、汚いイメージありますね。ちょ、っとごめんなさいってなったら。ドーンあ失敗したやっとけよかった。ええ、そうなんだ。はぁ、者。他にもあるだろうね。いや、こういう、そう、こういう情報を雑学系。もしあったら送ってください。お願いします。